1987年の世界スポーツプロトタイプカー選手権は FIA スポーツカー世界選手権の35年目のシーズン1987年3月22日にスペインの原まで開幕し9月27日に日本の富士で閉幕するまで全10戦で争われた富士の翌週に第11戦最終戦として 日本の西仙台で 360km レースが予定されていたが開催1週間前に急遽キャンセルされ全10戦となった。第6戦のリスリンクをもってポルシェがワークス参戦を停止したため世界選手権にワークス参戦するメーカーはジャガーのみとなり第7戦ブランズハッチでは C1 クラスの出走台数は7台にまで減少したシリーズは ラウル・ボーセルがドライバーズタイトルをフェルミン・ベレスが FIA カップを獲得。シルクカット・ジャガーがチームズタイトルをスパイス・エンジニアリングが FIA カップチームズタイトルを獲得した。ジャガーは10戦中8戦で勝利を収め、残る2戦はポルシェが勝利した。シルクカット・ジャガーはジャガー XJR-8 でタイトルを獲得した。 ポイントは1位から10位まで20から15から12から10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。加えてグループ C2 車両がトップ10に入賞した場合、ボーナスポイント2が与えられた。その他、ポイントはベスト7000のポイントのみがカウントされる。ポイントはグループ C2 の1位から10位まで20から15から12から 10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。ドライバーズポイントはベスト7000のポイントのみがカウントされる。ポイントは1位から10位まで20から15から12から、10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。その他、ポイントはベスト7000のポイントのみがカウントされる。ポイントはグループ C2 の1位から10位まで20から15から12から、 10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。ドライバーズポイントはベスト7000のポイントのみがカウントされる。ABCDEFGHIJKLM f、GH、i J k L M f a アブック k 1988ホワイトセクションページーズ88から93ピーターハイアムザギネスガイド2インターナショナルモーターレーシング1995 ページ261ピーター・ハイアムザ・ギネス・ガイド2インターナショナル・モーター・レーシング1995ページ301ありがとうございます。